Yo, Okazaki. Matasetta na. Meshi kui ni ikou ze. Boku wa Sunohara. Koitsu wa Okazaki. Futari wa shinyu da. Ano hi irai. Yo, Machida! Mean a cow, then? Double no kyoka to take on the local written there. Huh? Do it, Gray. Ore no okiniri no pan. Demon croissant and nakunachima daro. どんな状況か分かってんの、チミ。おお、これだけの数を一瞬に。 モンスターかだって？そうだな。たまにどうしようもなく暴力を振るいたくなる。この僕の心に付く凶暴なもの、それはまさしくモンスター。 スライムの篠原だ。 って全然怖くねえよ。クロワッサンの方が強そうだよ。 お前がやれって言ったんだろうが。 お前、鳥頭だよね。
どうでもいいです。今日もパンでいいっすか？もうこれってのがないからね。そんな強運の持ち主に見える？ですね。の人生そんなズタボロに見えますかね。さて、それでは参りましょうか。いざ心のオアシスへ。友達いないんじゃないの？で、聞いてみるか。任せておけよ。いらっしゃいませ。そろそろと思いましてご用意してました。ゆきねちゃん、
ところでゆきねちゃん。はい。性格が暗いわけじゃないのに、いつも一人で本を読んでるの？そうですね。友達いないとか？お友達はたくさんいますよ。じゃあなんでこんなところに一人でいるのさ。そうですね、私のお友達は別の学校にたくさんいるんです。その方たちがたまに私に会いに来てくれるんです。だからこの場所に私はいることにしてるんです。つまりここで会ってるってこと？はい、その通りです。授業中問わず会いに来てしまうんですよ。1年の時はそれで周りの人たちに迷惑かけてしまったりしたので。今は会う場所をここに決めて、休み時間はできるだけいるようにしているんです。ですよ。ま、ゆきねちゃんの友達ってんだからみんないいやつなのは分かってるさ。分かっていただけて嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、しますか？別に懲りちゃいないけどさ、みんなでお話ししてようよ。その方が楽しいって。ですね。お話ししてるのも楽しいですから、今日はそうしましょうか。
もち。迷惑そうじゃないし、いいじゃん、入り浸ろうぜ。それともお前だけ一人寂しく教室の隅で過ごす？お友達が来られる予定でした。え、今から？それって君と同じように性格が良くて可愛い女の子だよね。男は誰だってスケベなんだよ。つうかお前も期待してるはずだ。そこの君もそこのあんたも。来る時間ですね。ユキネはいるか？いらっしゃいましたね。男なんすけど。女の子なんて言ってませんよ。なんか怪我してるみたいなんすけど。
てますけど。まず病院に行きましょう。話を聞いてくれ。わがまま言ってはダメですよ。少しだけだ。では少しだけ。もう俺には居場所がなくなっちまった。帰る場所がないんだ。なあ、ここ学校の資料室だよな。時間が全てを解決してくれます。時間が経てばいろんなことが好転していきますから。そして自分の中の苦しい思いも。おまじないを教えてあげます。こうしてこうして。いつも隣で見てますって3回心の中で唱えるんです。そうすればきっとお友達も須藤さんのこと許してくれる日が来ますよ。使いどころ間違ってると思うんすけど。ユキ姉がそう言うと聞く気がするぜ。いや、聞いたら同性愛になると思うんすけど。サンキューな、ユキ姉。私、送ってきますんで。触るんじゃねえ、このガキが。ここは私に任せておいてください。
お待たせしました。驚かしてしまいましたね。ドアから入ってくると先生に見つかってしまいますので、窓からということになっているんです。じゃあ、さっきの男が、その、友達？はい。マジ？どうしてですか？変でしょうか？ですよ。とても優しい方なんです。いいじゃん。あんなやつも友達なんて心が広くて。違いますよ。私の心が広いんではなくて、あの方がいい人だからです。それだけです。あ、そうなの？そういや今日、2年のやつといたからさ、聞いてみたんだよ。ゆきねちゃんのこと。確かに噂にはなってるみたいなんだ。あの、いかついお友達のこと。
それも一人や二人じゃない。結構な人数と付き合いあるみたいだよ。どうしてあんな奴らとつるんでるんだろうって、クラスメートの連中は不思議に思ってる。だって本人は至って普通の子だからね。普通どころか成績もいいらしくて優等生で通ってる。クラス内では人望もあるんだよ。でも実際、昔は教室にまでユキネちゃん目当てで連中が乗り込んできてたらしい。さすがにそれはやばいと思って場所を移したんだろうな。確かにあの場所だったら誰も来ないし、窓も裏庭にすぐ繋がってるから、外から入ってくるにも人目につかない。それだけ大事なお友達なんだろ？話を聞いた奴はさ、落ちこぼれに手を差し伸べる慈善事業だって言ってたけどな。そう考えると、まあ、なんとなくわかるじゃん？突っ張ってても、寂しくなる時ってあるじゃん？いらっしゃいませ。コーヒー入れましょうか。遠慮なさらずともいいんですよ。
違います。そんな風に言ってほしくはないです。方たちばかりです。ただ見かけや言動が少々きついだけで。優しい方たちばかりなんです。はい、どうぞ。つけてばかりなんですよ、自分を。いえ、自分です。相手を傷つけることによって傷つくのは自分ですから。だから自分を傷つけずに話ができる人間も必要なんです。それは誰にでもできることなんです。でもどこにもいないんです。もし私なんかでその代わりになれるならって、そう思うんです。違います。それはもうたくさんのものを得ていますよ。そうですね、一つあげるなら、人の思いを学べています。どうしたら人が嬉しい気持ちになれるのかとか、どんな時に寂しい気持ちになるのかとか、それは学校の授業では学べない。でもとても大事なことです。
人のためも自分のためも同じことです。全ては自分に戻ってくるんですから。くるくると回ってるんです。だから相手を傷つけると自分も傷つくんです。トモヤさんは人が嬉しい気持ちになったら自分も嬉しい気持ちにならないんですか？なりますよね。トモヤさんならわかるはずです。かもしれないですけど、でももしそうだとしたらそれはとても寂しいことですよ。コーヒー冷めてしまいます。美味しいですか？よかったです。あの、またおまじないしましょう。腰に当ててください。そうですね。それでですね、強くまっすぐ、強くまっすぐ、強くまっすぐって心の中で3回唱えてください。ですね、リュウマチに効くそうです。だったらよかったですか？
岡崎、お前抜けがけして言ってただろう、資料室。なら放課後は僕の番だ。僕がユキネちゃんと二人きりになる番。わかってるじゃん。そう、二人きりにしたが最後。次にお前が会った時には、ユキネちゃんは友達の彼女となってるわけだ。僕、そろそろ思いましょうよ。とにかくだ、てめえは黙って見てろよ。今日の放課後だけで落としてみせるからさ。抜けがけしたんだから、それぐらいの気は利かせてくれるんだろう。タイプとか関係ないね。性格良くて優等生、そんなのが彼女だったら株が上がるじゃん。音がすげえ低いって意味に聞こえるんだけど。絶対喋るなよ。チーズ。トモヤさんと篠原さん、いらっしゃいませ。てめえは黙ってろっての。コーヒー入れましょうか。うん、いいね。
では座って待っててくださいね。うん、見てろよ僕の演出力。まずは二人の手が偶然同じコーヒーカップの上で触れ合うように持っていくからさ。悪いよ、ゆきねちゃん。ゆきねちゃんが座っててよ。僕が入れてあげるからさ。私が入れますから。はあ！そう、僕が悪いね、今のは。大丈夫ですか？うん、平気。でも、空のカップに湯を注ぐとはな。
ーヒーカップは湯を入れて温めておくんです。気が利くな、ゆきねちゃんは。で、本当に大丈夫ですか？うん、大丈夫。死にますから！すごいですね。信じるな！つかてめえ、黙ってろって言っただろ。家具は長いぜ、ベイベー。うぅ、ゆきねちゃんの入れるコーヒーの味は最高にグッドテイストだな。楽しいですね、お二人が揃うと。お笑いコンビのように言わないでよ。場所はどこかな？うわ、つまずいた！
ーヒーが出来上がる。やけどです。なんとお詫びすればいいか。後ろについてくるなんて思わなかったものですから。私が注意していれば、本当にすみませんでした。いや、本当に僕が悪いから。こうなったら直球勝負さ。ハートはまだ熱いぜ。誰のせいだよ。やっぱりお二人とも仲がいいですね。どこがだよ。とにかくだ、てめえは黙って見てろよ。給湯器で顔をやけどする人なんて初めて見ました。はは、僕も初めての体験さ。帰ったら家族にも教えてやらないとね。コーヒー入れるときは顔面をやけどしないようにってさ。それはそうと、ゆきねちゃん。はい。ボーイフレンドなんて呼べる存在はいるのかい？こんな風に別の男と喋ってたら、君のボーイフレンドが焼いちゃうんじゃないかと思ってさ。
後でそいつに殴られることになるなんて僕はごめんだよ。大丈夫です、ボーイフレンドなんていませんから。やり、本当ですよ。なら、ユキネちゃん。僕のガールフレンドに。おお、ゆきね。客がいんのかよ。こいつ、何よ。お前に迫ってたように見えたんだが。この方とお話の途中だったので、少し待っていてくださいね。ああ、早くしろよ。ですね、僕のガールフレンドにまで聞こえました。続きをお願いします。ガールフレンドだと？続き言ってみ？聞いてくれるって言ってるだろう？なあ。
島さん。ほら、行ってみろっての。恋だと？こいつが行けねえにか？いつからの知り合いだてめえ。一日前だと？いきなりシャシャリ出てきて何様のつもりだよ、てめえ！岡崎。友達だと思っていたのは僕の方だけなのかな。って聞こえてる？聞こえてますかね？大事なところ言えよ！マジで死ぬと思っただろ！力から逃げてきた僕がおごろすか。ならねえよ。
のせいでむちゃくちゃになっちまったじゃないか。ちくしょう。なことねえよ。何度か目があったりしてたんだよ。僕のことっすかね。100%僕のことっすね。どうして？牛丼でも食って帰るっすか、先輩。